期待感持ってこの試合に臨めるんで、結果と内容でまたお返しできればいいし、はい、本日は鹿島アントラーズ練習場に来てます。はい、で J リーグ開幕しました。はい、鹿島アントラーズ初戦京都相手に、アウェーで勝利。はい、次節、まあ、今週末なんですよ、川崎フロンターレの試合が待ってるということで、これから選手たちがやってくるということで、岩政監督もそちらで練習の準備に入ってるんですよ。岩政監督いらっしゃいますね。はい、でここでちょっとショータイムノートということで、まあ、昨シーズン、はい、鹿島アントラーズ4位ということで、13勝13分け8敗ということで、まあ、昨シーズン、まあ、上田選手が海外移籍というところで、岩政監督も途中から監督交代ということで、まあ、そこは2勝6分け、2敗ということで、まあ、岩政監督的にも多分納得はいってなかったと思うんですが、まあ、負けがねやっぱ少なかったというところ、そこはね、本当に途中交代の監督の難しさの中で、しっかりとねやってた部分だったのかなというふうには思います。続々と選手たちが来てますが、もう移籍情報で載せました知念選手、はい、早速ね、移籍してすぐに結果に結びつくという。おはようございます。福田選手、はい、安西選手だ、ありがとうございます。おはようございます。鈴木優真選手もいましたね。あ、表情はね非常に明るいです。今選手たちはアップしてるんですが、今週末、はい、ホーム開幕戦川崎フロンターレ相手に、はい、今日がですね練習日としては水曜日、はい、ということなので3日後に試合ということなので、強度的にはまあまあやると思います。対人とかまで、まあ、ゲーム形式はやると思いますし、3日前なんで結構上げる日かもしれないですね。まあ、大体前日落として、その前の日はまあちょっとこう普通目、その前の日なんで3日前なんで、まあチームによっていろいろとやり方、監督によって違うと思うんですけど、今日は結構強度高めのこうサッカー的な要素が多く含まれている練習メニューだと思うので、まあ、昨年も練習取らせてもらったんですが、まあ、今日もね新しい多分新シーズンになっての鹿島アントラーズの取り組みっていうのが見えると思うので、まあ、練習もちょっと解説していきながら、どういう意図でやってるのかっていうのも少し僕の中で紐解いていきたいと思います。あの岩政監督、昨シーズンやっぱシームレスっていう言葉を使ってたと思うんですが、はい、攻守一体っていう、まあ、そこは多分今シーズンも同じく、まあ、選手たちが伝えてるとは思うんですが、まあ、どういうこうサッカーを落とし込んで勝利につなげるかっていうところは、今シーズンのサッカーの方向性っていうのをちょっとね見ていきたいと思うんです。 J 開幕戦京都との試合、はい、やっぱり岩政監督がもう本当にエモーショナルにめちゃくちゃこう喜んだっていうのは、やっぱそれまで準備の部分、今シーズンにかける思い、いろんなものがこう錯綜して結果となって出た瞬間の喜びだったと思うので、それだけやっぱ抱えてるもの、背負ってるものは大きいんだろうなっていうのは理解はできました。6年タイトルがから遠ざかってるということで、やっぱりタイトルホルダーという上昇チームと言われている鹿島アントラーズとしては納得いくこの6シーズンではなかったと思うので、このシーズン始まる前に岩政監督とも対談して、うん、庄司選手、上田選手の融合っていうところが、うん、今シーズン、あと若手の、うん、一緒に盛り上げていけたらっていう話でしたんですけど、うん、やっぱシーズン長いので、はい、どのチームにも言えることはこの若手の台頭っていうところは必ず求められるので、一番いいのはやっぱりその安定的にもちろん得点を取るっていうエースがいる、プラスアルファその日替わりで試合を決める選手たちがどんどん出てくる、はい、そこの中に若手の選手だったりっていうのが絡んでくると、チーム内競争が勝手に生まれてチームとして非常に
いいサイクルになっていくっていう傾向を、まあ、いろんなチームの優勝するチームっていうところは見てるので、どうやってそういう形に持っていけるかっていうのは注目したいです、はい、うん、僕誰だろう、あの早いで、これ2人ずつの競争ですよ、ね、サイドは入れ替わる、Yeah!
島アントラーズは今、まあ、ずっと442っていうところシステムを守備位置はやってると思うんですけど、まあ、442でやる上ではやっぱり距離感っていうところがすごくキーになってくるので、この距離感をいかにこう均等に選手の距離感で抜かれてもカバーいける距離、センタリングサイド割られてもプレスバックいける距離っていう、そこが生命線になるので、そういう意味ではこういう練習で数的不利の状況でやっぱりどうしてもこう剥がされる部分、スライドが遅れる部分っていうのが出てくるので、まあ、こういう練習はかなり重要になってきますよね。細かなことで言えば井川選手と上田選手、普通センターのそのラインコントロール、あとそのカバーリングサイドバックをいかにこうねコーティングして動かすか、フォーバックだとどうしてもこの5レーンっていうところの両脇はサイドサイドで使われると守りきれない、スライドが間に合わない、同サイドでやっぱこうここで人数をかけてボールを奪おうとするの でサイドバックも絞るので、ここでやっぱ作ったものに対してのここで2枚とか大外から入ってくるっていうところをするとやっぱりすごくどのチームでも効果的になる。あとはそのサイドチェンジ、さっき何本か入りましたけど、サイドサイドサイドからサイドっていうのを使う方がやっぱりどうしてもフォーバックだと人数的な部分で同サイドに絞るので、そこは攻略する上では非常に、重要になってくるかもしれないですね。あとは今みたいな切り替えの対戦の即時タック、トランジションのところでまたチャンスを作るっていうところ、ここはチャンスになる意味ではすごく大きな意味を持ちますね。10分2本って言ってましたね、ゲーム形式。はい、で今までは、守備側が8、攻撃側が10っていう、守備側が数的不利の状況で、まあ、攻撃の形っていうのをやってたと思うんですが、今週末の川崎フロンターレの、対策もありつつ、はい、鹿島としての戦術、攻撃としてどういう形で崩すかっていうところは、この練習で意図は取れたかなっていうふうに思います。さあ、あとだからその週末の対策もあるだろうけど、年間通してどういう形でチームとして戦い方を取っていくかっていうところは重要になってくると思うので、まあ、そういう練習もいろいろとこう継続的にやってるのかなっていうふうには思いますね。もちろんその次の試合を想定してのことなので、ビブなしとビブありの選手のこの戦い方っていうのはある程度こう決まってはくるんですけど、でも本当にこの選手もちろんそのスタメンでは出たいというところでここでのアピールっていうのは入ってくるんですよ。でこの本当両チームスタメン、まあ、次のスタメンであろうチーム、あとこのサブチームっていうところの質が上がるほどこのチームとしての本当こう次に対する試合の準備とあとチーム内競争っていうのがかなりこう加速してくるので、だからそこら辺の多分マネージメントが鹿島アントラーズっていうチームすごい上手いんだろうなっていう、サブチームのこの質の高さっていうところがチームのこのレベルでクオリティを上げるし、それによってのチーム内競争っていうのが自然と生まれることによって、もうあの
誰が出てもこう勝てるチームになってくるっていう。なるほど、本当にね、この、まあ、岩政監督、このサブチーム選手たちとかにも声かけてると思うんだけど、本当にそこのマネージメントというか、かなり重要になってくる。両チームを見てて思うところがいいなって思うのが、両チームの選手ともに本当に声が出てるし、球際のこの激しさっていうところ、誰一人その手を抜いてないのが見て分かるので、それは今のその鹿島の、まあ、今後を作っていく上で非常に大事なポイントですよね。しまいって言ってましたね。練習後の、すごいこの距離で、バネンカ、開幕戦そうだったっすよ。いやでも開幕戦やっぱ難しいよね。そうだね、まあ、誰にとっても、ね、誰にとっても、うん、実際どうだった、その、まあ、内容と結果を踏まえてなんだけど、ポップラン通りにいた、うん、全ての、まあ、選手も言ったけど、まあ、年に数回しかないポップラン通りの試合だけど、まあ、それに甘えることなんて、年に数回しかないことだ、それに良かったんだね。それがたまたま最初に来ただけなんでしょう、まあ、そんな甘くない。でも得点後のやっぱあれが全て物語ってたのか、今までこう準備したものだったり抱えてるものだったり全てがなんかあれでなんか分かったような気がして、今日練習見させてもらって傘切って戻って、まあ、その対策も踏まえても
あるだろうし、まあ、チームとしてやる方針っていうのを落とし込みながらっていうのは伺えたんだけど、うん、これもあれ週末の、まあ、試合に向けて、うん、まあ、いうように、まあ、どちらもだ、自分たちがやってることが週末の相手にどう当てはまるかっていうことの確認だから、それを一個一個具体的にしていって、で毎週毎週それが一個一個、まあ、一個ずつでもいいから積み上がっていくと、当然それが自分たちの経験となって、戦術的なこれがメモリー、記憶っていうか、みんながなっていれば、終盤になった時には、相手がこうしてきたらこうだなっていうのはみんな共有ができるから、そこは一個一個、まあ、相手に対してもこういうことができるよねっていうのは多分しない。後半戦で両チームともやっぱ声が絶えず出るところか。まあでもそれは勝ったことが大きい。やっぱりそうじゃない雰囲気の時もあったし、勝ったことと、あとは内容的に自分たちで、あ、これだなっていう感覚をつかめたっていうのは、ものすごく。それが1回あるだけで、やっぱりそれをまず追いかければいい。それがないままチームを作るって、なかなかね、実体のないものをつかもうとしてるのが難しいけど、今はそれがつかめた、いいスタートになった。そして多分タイトル奪還っていうところはどこにもチャンスがあるシーズンになると思うんで、その一つにはなるかなって気がする。ずっと勉強させていやいや分かんなかった今ずっと知ってるあれと思って性格上集中しちゃうからごめん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 まさかここにまた来てるから。バルセロナでデビューしたの。出た。リーグ戦登録して出たんだよね。はい、登録して出た。おそうそこまで行ったんだ。そうそうそう。でも全然あのバルーニャ4部とかだから。おうおうおう。だけど首位決戦。そうだ。そうなんだ。学生の頃に、うん、馬刺しが出てきて、うん、馬刺しが那須の分がなくなって。うん私が結構怒ってなんでみんな食ってないよ怒りそうそれでおっぷんぷんしながら扉っていうか出口出てきても扉にそのまま激突しちゃう開いてなくてほんでナスがすごいやりそうやりそうテレ払いしながら怒ってたんだけど全然覚えてない1年生とか2年生とかだ本当にもやりそうやりそうやりそう食べ物にまた頑張ってください今回カシマンタラーズの練習潜入ということで、はい、させていただきました。まあ、岩政監督とも話してもらったんですが、まあ、開幕戦、まあ、勝利で飾れて今週末ホーム開幕戦があるんですが、まあ、その準備と、まあ、今後の、ね、チームとしての、強化っていうところでこうやってねコロナが徐々に緩和されてきて、はい、こうやって練習をね生で見れるっていうことがすごく、まあ、幸せに感じる。もうこの距離感がねチームの選手たちと触れることがなかったんで非常に有意義な時間を過ごさせてもらったんですが、鹿島アントラーズこれからも試合がたくさんあります。で、概要欄の方にリンクを貼ってますので皆さんぜひね、J リーグカップ戦と天皇杯もたくさんの、ね、試合がありますのでそちらの方を応援しに行ってください。まあ、チームはね本当にたくさんの方に応援されることが、力になりますので皆さんぜひ応援の方スタジアムに行ってお願いします。それでは鹿島アントラーズクラブハウスからお別れします。皆さん J リーグで盛り上がりましょう。